こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は無課金サブアカ柴犬丸やっていきたいと思います。まあ、ここに出てるキャラをね、使って、もうこっちか。はい。もうわかるように、今日はね、バレンタインポロネを使ってね、はい、あるダンジョンに挑戦していきたいと思います。こんなはずでは。って言ったんですけど、まあ、大したダンジョンに挑むわけじゃなくて、バレンタインコロシアムね、こうやって、まあ、無課金、ね、なんか、いろんなピースがもう全然足りないわけですよ。はい。で、僕なりにこんな感じで周回しておりますっていうパーティーのご紹介ですね。もっと早う出せやっていう話なんですけど、はい。やっと手出したところなんで、この柴犬丸、はい。そこら辺はご容赦ください。はい、こちらですね。はい。バレンタインポロネ、ブラックバード。めちゃくちゃでしょ、もう。自分でもようわからん。なんでこんなパーティー、編成にたどり着いたんかわからないですけど、はい。まあ、とりあえずご紹介していきたいと思います。はい。リーダーのポンノですね。バレンタインポンノに、イラチェン体制。で、アバン先生の武器つけております。これは L 字と、まあ、スキブがね、補えれば何でもいいです。はい。はい。バレンタインノクタリア様ですね。バレンタインノクタリア様に、小学生スキブプラス。で、潜在がスキルプラスプラスプラス。はい。で、100体モンスロード。これもスキル武器、スキルを補えれば何でもいいです。で、こちらがバレンタインネイちゃんですね。バレンタインネイちゃんに超覚醒スキル上限解放。で、これがね、超転生ハーデスの武器が、ま、の方がまあいいんですけど、僕、エリスドラゴンをちょっと切らしてて在庫。はい。それで、これは、まあ、グラビティ武器なんですけど、ワンパンマンの、なんか闇のね、なんか、キャラの、はい、武器つけております。はい。で、こちらがね、RAS メンバー、ベースのロセちゃんに来ていただきました。はい。こちらが、一応、まあ、消せないは、まあ、意味はないんですけど、特に、まあ、はい、つけております。で、この、消せないと、スキルチェーン2つ。で、10連ガチャパワーですね。はい。まあまあ、スキブとバインドを補える武器がこれぐらいしかなかったんで、これつけてます。で、ブラックバードですね。ブラックバードに、スキルチェーンマックス、10連ガチャパワーです。はい。で、こちらはこんな感じで、スキルチェーンマックスに10連ガチャパワーでございます。で、バッチはスキブですね。はい。はい、それではバレンタインコロシアムさん、対戦よろしくお願いします。いやー、もうほんとね、ちょっと結構時間はね、かかっちゃうんですけど、周回できひんよりはね、マシかなと思って、まあ、ご紹介させていただくわけですよ。はい。で、ブラックバード変身させて、で、これでね、必ずね、ノクタリア様で76にして、から、ポン、メタモルクッキングで、これ横一列にね、いっぱい作れるんで。で、これで、ロセちゃんを変身させて、2ターン。エースとかけると。で、この4個消しすることによってね、バレンタイン、姉さんとか、ロシが結構いい火力出してくれるんで、4つ消しになってないですけどね。はい。はいはいはい。OK、OK、OK。カンストしてますね。で、ここですね。ここ回復力奪われるんで、で、デバフも来るんでね。ちょっとね、ポロネで、で、闇も増やしてあげて、で、上限も解放してもらって、はい、で、バレンタイン、ね、ポロネに、L 字つけてるんで、L 字とか持ってあげたりしても火力が出しやすくなるので、まあ、今は L 字を踏みました。OK、OK、OK、OK。ケーキを作ってみたの。で、ここね、闇作ってくれるんで、はい、こことルーレットをうまく組み合わせながら、この4つ消しとか適度に入れてあげて、なかなかブラックバードを変身できないんで、本当この苦行に耐えれる方のみ真似していただければと思います。はいはいはい。ブラックバードのね、目覚めのおかげでね、結構防ぎますね。で、これルーレット切れたら、またノクタリアさん使って、雲は大丈夫。バレンタインだね。そうですね。はい、OK。で、ルーレット使ってあげて、まあ、これね、5個あるんで、はいはいはい。
ほいほい。あ、ルーレット。やばい、早く闇になってる。はい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 、オッケー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 。フォローね、ちょっと置いといてもよかったかもしれないですね。あ、10個もいかへんかったか。まあまあいいでしょう。で、ブラックワード変身させまーすと。で、ルジアさっき組んだんで、もう、4つ消していっか。はい。もちろんね、シバドラとかで、やっと早いのは、分かってはいるんですけど、キャラがいないんですよ。だからね、本当にご紹介程度ですね、はい。ここね、結構気をつけないと、一発でね、倒さないと、あれなんで、トランスフォーム忍者モードを使って、で、ポロネも、上限も解放してあげます。結構ね、ややこしい行動してくるんで、はいはい。まあ、こんな感じで、ええかな。よし、はい。結構ね、闇のたこ焼きとかもね、搭載してるキャラ多いんで、はい。闇は分割に限る。でも L 字も組んだ方が、上限解放をね、ポロネした時は軽くも出せると。はいはい。で、これはね、ドラゴンキラーをね、バレンタイン姉ちゃんが持ってるんで、ごめんなさい、コンボクソ適当でした。ドラゴンタイプの敵はもう4つ消ししてあげれば。はいはい。できればね、光も4つ消ししてあげればいいんですけどね。はい。で、ここはもう、闇をね、縦、張ってるんで、もう、はっきり言って、無理ゲーなんですよ。無理ゲーっていうか。ワンパンできるわけがないんですよ、この編成で。だから、まあ、コツコツね。コツコツ分割して、ワンパンなど狙わずに、もう、本当に、クリアできればね、いいや、ぐらいの気持ちで、はい、いていただければと思います。で、これ弱体化されるんですけど、まあ、関係あらへんと。はい、ちょっとね、ポロネ使っちゃいましょうか。はい。闇が少なかったんで。で、光も消して、で、4つ消しようか、これ。なんかいろいろまずいけど、まあいや。はいはい、光が落ちてくると、これでね、まだいけないか。まあ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 、そんなにね、甘くないんですよ。このノクタリアスさんがめちゃくちゃ硬いんですよね。光のね、4消しとかあったらね、多分いけてたんですけど。はい。はい、これでもう間違いなくいけましたね。OK。お返し待ってるわ。一生懸命作ったから。はい、これリーナですね。リーナ、ネイの裏のグラビティを使いますと。で、ブラックバードなんで、火と水が消えなくなったところで、どうせね、変換するんで、関係がないんですよね。で、あとは、ロシエにつけてるね。もうどうしても気になる方は、この、消せない、洗剤つけてるんで、もうそこで消してあげれば、何の問題もねえです。はい。むしろ、十字組んだ方が良かったかもしれないですね。そこら辺をね、はい。で、ここをですね、はい。ここで、バレン、クレイジータッピングっていうね、バレン、なんて、RAS のロシッツァン使います。で、まあ、ブラックバード行こうか。ブラックバード行って、で、ポロネ使って、で、これ回復も作ってくれるんで、しっかり回復して、いや、しっかり回復できてへん。はいはい。これでね、今、超繋い消し反応しましたね。はいはいはい。OK, OK, OK. で、ここで遅延が来るんですけど、はい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 。まあ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 、これ頑張ってね、ノクタリアさんのルーレットで、
操作時間も伸びてるので、伸びてへんか、はいはいはい、で光をなるべく光見えるとこから、はいはいはい、回復しとけばよかったな。はいはい、でこれでノクタリアの次元式のやつが来ないか、あでもごめんなさい、闇とキーなんで関係ないです。はい、でもここは平積みでね、はいはいはい、小闇になってね、これでいいね、はいはい、これでクリアということでございます。まあ、こんな感じでね、まあ、ゆっくりまったりね、芝居の真似は回っておりますと。まあね、結構ね、おしゃべりしながら見たんで、ちょっとタイム見てみましょうか。はい、8分 22.7 秒なんですけど、まあ、おしゃべりしなかったら、まあ、7分ぐらいではいけるかなという感じですね。はい、まあ、もう本当に、もう本当にもう芝ドラもなくて、もうキャラも揃ってなくて、はい、もうどうしようもない方、こんな編成でもクリアできるんでね。ぜひぜひ諦めずにコツコツコツと余った時間に周回してみてはどうでしょうか。神々ですね。はい、それでは、最後にねガチャを引いていきたいと思います。購入履歴無料配分6個でございます。まあ、これでね僕はバレンタインクシナダを引ければ、この編成は引退します。はいよー、はい、金玉子でした。はい、この動画がねもしよかったという方はね、本当に、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あと本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は、バレンタインポンノでバレンタインポンノブラックバードでバレンタイン殺し合いも回れるよという動画でした。はい、じゃあね、バイバイ。